ちに待った勝平さんです。今のお気持ちを皆さんにお願いします。では苦しかったですけど、この8試合、この8のために、ね、みんな全力尽くしましたし、これまでの内容の中でもサポーターの皆さんは、ね、熱い声援くれましたから、なんとか、ね、このために戦ってよかったなと思います。はい、連敗中、怪我で出られない試合が続きました。どんな思いだったですか？いや、みんな戦ってましたし、出ない間、ああいう感想もありましたけど、やっぱ俺でしょって感じですね。はい、信じてましたし、まあ、本当いいボール来たんでね、あとは本当ボールに魂込めてヘディングしました。はい、山田選手の前が綺麗に開きましたね。いや、前に決めていたんですけどね、いい形で本当にグッドボールでしたね。はい、さあ、まだチームは厳しい状況が続きますが、かつても知っている宮澤選手だからこそ、これからの戦い、もっとこれあると思いますが、いかがでしょう。いや、ここからですよ。やっぱ自分たち、まだまだやりますし、こんなところにいるチームじゃないですし、本当、みんな、サポーターの皆さんとも、一つ一つ積み上げて、いろいろな試合を見たいと思います。